これマジで家なんだけど。すする TV。ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、予約生活家みたいな場所ですすれる謎の鶏白湯ラーメンの店、こちらです。ドン。車がないと行くのは難しいです。福岡県中川市 JR 博多南駅から車で10分くらいのところにあります、中村坊さんにお邪魔してます。こちら、中村坊さんは2018年オープンで、私すするですね、去年大阪にてすすったラーメン屋赤木さんの鶏白湯ラーメンをすすってからというもの、泡系の鶏白湯ラーメンの美味しさに目覚め、それ以来ね、もう鶏白湯結構ハマってるんですけど、福岡屈指の泡系鶏白湯ラーメンの店ということで非常に楽しみです。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。ずるずるどうもすするです。本日もね、朝から、ラーメンすすりに来てるんですけど、まず行くのがね、中村ラボさんですね。ここね、前にコラボと言っていいのか分かんないですけど、論文の淳さんと、ね、一緒にハチャンラーメンすすりに行った時に、淳さんの地元がね、山口県なんですけど、福岡にもよく行くらしく、福岡で一番好きなラーメンがあるっていう話で、この中村ラボさんを、ね、紹介していただきました。この中村ラボさん、ちょっと特殊な携帯を取っておりまして、一応ね、完全予約制になってます。で、当日予約も行けるんですけど、とりあえず電話で確認してからお店に伺うっていう感じで、基本予約はお店のインスタグラムから店員さんに DM を送って時間を合わせていくみたいな感じで、予約制ってね、やっぱ並ばなくていいんで、ちょっと手間ではあるんですけど、そこはありがたいですよね。なので、もしこの動画を見てね、中村さんも行ってみたいってなった時に、予約しないと入れないっていうパターンがあるので、皆さん予約だけね、くれぐれも忘れないようお願いします。中村坊さんについてね、簡単に話しておくと、福岡では結構珍しい泡系の鶏白湯ラーメンを提供してる店で、お店の外観もなんか民家を改造したような感じで、およそラーメン店には見えない外観、本当に山の方にポツンとあるらしいんで、結構隠れ家的な名店らしいです。今車で向かってますけど、博多の中心街ぐらいからね、大体車で30分ぐらいですかね。もちろん福岡って、ね、博多の中心街に美味しい豚骨ラーメンの人が固まってるんで、こっちのね、中川市まで来るっていうのはなかなか難しいかもしれないんですけど、どんな鶏白湯ラーメンがいただけるのか非常に楽しみですね。というわけで、ね、中村坊さん近く来てます。DM するとね、店員さんが詳しく駐車場の場所とかまで教えてくれるんで、めちゃくちゃ丁寧で、対応がもう丁寧すぎてびっくりしました。で、いやこれマジで家なんだけど、普通に、めちゃくちゃ民家ですけど、わ、すごい雪が降ったから雪だろうが、一応中村ラボって書いてる。それでは早速進みましょう。レッツゴー。さあ、中村さん、お店というよりもはや家のような外観に驚きながら入店すると、店内というかここはもはや家の中。お邪魔しますと、まるで友達の家に遊びに来た感覚で、中村坊さんは注文せです。すするは目玉の鶏白湯そばに煮卵をトッピング。さらに気になったので、担々麺もついオーダーしてしまいました。マジで民家ですね。あれだな、あそこ思い出しますね。大阪のラドウ本店を思い出す。すごいわ。ゲームキューブでもやりたくなる実家感でいると、何やら厨房、いや台所からいい香りが。そんなわけで厨房に入っていってしまうと、元格闘家という店主さんがスープを繊細に泡立てていく。するは今回論文淳さんにおすすめされてきたんですよといった話をしたり、中村坊さんはもうすぐ2号店ができる予定なんですよといった話をしたり、そんな中でも着実にラーメンが作られていきます。実家のような雰囲気だからか、時間が柔らかく流れていく感じに心地よさを覚えていると、ついに運ばれてきたぞーい。こちらが中村坊さんの鶏白湯そば、煮卵トッピングです。よかろうもん。本当にここは福岡かと錯覚するほどのパーフェクトなビジュアルをした泡系鶏白湯ラーメンで、シンプルながら期待高まり、この泡の下にはどんなドラマが待っているのか、レモンもどう作用するのか楽しみだぞってことで、いただきます。まずはスープからいこうとすると、これがめちゃくちゃいいな。さあ、いざ一口飲んでみれば、ふわじゅわーん。泡系の滑らかで優しい口当たりとともに、鶏の上質な旨味がじんわりと広がっていく。味も感触もとても上品なスープ。優しい味ながら、正直この家のような雰囲気には似つかわしくないほど超本格的かつハイクオリティなスープで、もし家で友達のお父さんがこのラーメンを出してきたら、そいつとは親友になること間違いなしです。さあ、そんな泡々なスープから隠れている麺を引き上げてみましょう。泡に隠れてシャイだった割に堂々とした麺じゃないか、中村すする。ズキズキン。福岡といえばの製麺所ケイシさんの中細麺は、泡鶏白湯のスープをしっかりとまといつつも、つるしこな食感で自分の味も忘れていない。上品なスープも相まって、ノンストレスでズバズバとすすれてしまうもので、家庭の設備なのにこんな麺と味を出せるなんてマジですげえなと感動してしまい、ま、俺もできるんだけどねと大ボラを吹いたところで、シャキシャキとした青菜もこのラーメンのコンセプトにぴったり
ったり寄り添う美味しいもの。トッピングも家クオリティをはるかに超えているのかよってことで、チャーシューは2種類。まずは鶏チャーシューをパクリと食らってみれば、シルキーな歯触りが心地よく、これまたラーメンにベストフィットしているチャーシュー。さらに低温調理のこちらのレアチャーシューも食らってみれば、ジューシーで噛むたび素材の味を最大限に感じられるナイスチャーシュー。ラーメンも含めて素材の味を引き出すのがうますぎて、これ大丈夫ですかと疑いたくなるほどハイクオリティな味わいに箸は進みます。中盤からはレモンの風味がスープに溶け出していくことで、濃密なスープを酸味ですっきりとさせてくれて、最後までくどさが全くなく、ドライトマトなんかが入っているのもバランスを考えられているなぁとすすり続けて、最後は追加トッピングの煮卵を食らえば、鶏で口がいっぱいになる幸福をひしひしと感じて、本日も完食です。大変美味しくすすれました。芸能人の方々がハマるのもわかる、いい意味で超ハイクオリティな一杯でした。さあ、そんなわけで、そういえば注文していた担々麺の方も続いて着丼。こちらも家で見るそれではないぞ、ただものじゃないぞってことで、いざスープから一口。辛さもあるけど、ね、結構甘みもありますね。ラー油うまい。ドリンと濃厚な塩味、結構甘みありますね。じわ辛すぎ、じわじわと辛くなってきた。といった感じで、担々麺のごまと風味と奥から本格的な辛さが来て、福岡県とはいえ冬はむしろ関東より寒いまであるこの寒さを体の芯から温めてくれる担々麺に感謝をして、こちらも完食。こちらも普通にお店を構えていたとしてもとても美味しい一杯でしたが、なぜこのような営業スタイルになったのか、この後店員さんに聞いてみたいと思います。それでは中村ボスさん、こそれごちそうさまでした。ありがとうございました。中村坊店主の中村さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今回来てみて思ったんですけど、はい、なぜこの場所でやろうと思ったんですか。しかも民家だしめっちゃ、はい、ここを始める前に、はい、海外の方でラーメン店の立ち上げに携わってたんですよ、うん、で戻ってきて中川でお店を始めようと思って、はい、ちょっと中川でいい物件がなくて、でそれで住む家も探してたん で、はい、でその時にたまたま僕の友達のおじいちゃん家の借家がいたから誰が住まないかって話が来て、はい、じゃあ僕住むよってなって住ん で、うん、でそこで試作のラーメン作って友達たちに食べてもらってたら、美味しいけんここでやったらいいんじゃないって言われて、はい、いきなり路面店でやるのもあれだったんで、うん、まあ、最初はここでちょっと様子見てやろうかなと。すごいな。じゃあ試作とかももうキッチンで全部、あ、全部キッチンです。すごいっすね本当。で、まあ、住宅街でやっぱやっててるんで、うん、予約制にちょっとさせてもらって、うん、周りの人に迷惑かかんないように予約制にしてもらって、はい、で5年前に始めたんですけど、はい、その時からもちょっと人手不足を懸念されてたんで、うん、はい、予約制にしてたらどんくらい準備してたらいいかっていうのが分かるので、ただ予約制にしようと。じゃあそういう、まあ、ロスとかもない、そうですね、ないし、まあ、結構自分のペースでいきますよ、はい、予約制だったら。それでも今もう予約もう埋まるぐらいも人気ですね。そうですね、大体もう土日はほぼ埋まってます。すごい、みんなやっぱインスタグラムのアカウントが多分一番強いですよね、はい、基本やっぱ DM か、まあ、お電話、当日は電話っていう感じの予約ですね。結構先の予約とかも待ったりするんですか。そうですね、一応先は1ヶ月まで先でしてます。大体1週間ぐらいで全然大丈夫。あ、そうですね、本当にありがとうございました。それこそ DM の対応とかもめちゃくちゃ丁寧にしていただいたので、みんなにもそれは変わらずやってるってことですか。ただちょっと DM は多くの人でやってやりたりしてね、少し時間がかかる。あ、まあまあそうっすよ、全部それをもう手作業でやってるってことですよね。めちゃくちゃ大変ですけど、まあ本当ご案内がすごい丁寧だったおかげで、駐車場とかもめちゃくちゃ分かりやすかったですし、はい、お店もすぐ来ることができたんで、本当にありがとうございました。いえいえ、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、2号店の方も楽しみにしております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ごちそうさまでした。いや、中村坊さん行ってきたんですけれども、いや、ね、非常に申し訳ないんですけれども、中村坊さんで撮ったね、感想の映像が、なぜかね、素材のファイルがちょっと壊れてしまいまして、急遽ちょっと出先で撮ってるんですけど、まあ、行った時のメモを見つつ、ちょっと振り返っていきたいと思います。まずびっくりしたのがね、やっぱお店の雰囲気ですよね。完全に家でしたからね、お店の雰囲気が。本当にこんなとこにラーメン屋さんがあるのっていう場所にあったし、お店の前まで行っても、本当にここがラーメン屋さんなのってちょっとこう疑問になっちゃうというか、まあ、そのぐらいなかなかね、個性のあるお店だったんですが、完全のラーメンの方もね、非常にクオリティ高い取り場
白湯ラーメンで、やっぱね、あの泡系の鶏白湯ラーメンの一口目ね、このエアリーなスープの食感、なんか口に触れた時にこうふわっとなるような、やっぱあの食感がたまらないですね。あと結構ね、あのレモンでの味変とかちょっと珍しいなと思いまして、ほんのりこう酸味が加わることによって、後味結構すっきりとして、味がこう一辺倒にならずね、しっかりこうアクセント持たせつつ最後まで美味しくいただけるっていう。担々麺もね、結構濃厚系の担々麺で、しっかりね辛みもあって、なかなか食べ応えのある担々麺でした。まあ、お店に訪問される際は、あのインスタグラムの DM または、まあお店に直接電話して訪問される際はね、皆さん注意してくださいということで、豚骨大国福岡にもね、こんな美味しい鶏白湯ラーメンあるんだなということで、ごちそうさまでした。はい、本日の動画もね、皆さんご覧いただき本当にありがとうございました。中村ラボさんね、なかなか印象的なお店だったんですけれども、皆さんからねいただいたコメントの方も、道中ちょっと読めなかったんで読んでいきたいと思います。会員しろとかルールある店ほんまにあったりするんすか。ネットニュースで見たことあるんすけど、排水設備に問題でもあるんすかね。なんなんこの口調は。喋るなとか早く食えみたいな店にも当たったことないっすわ。都市伝説なんすかね、ということで。いや、まあどうかな、まあ極めて少ないと思うんですけどね。まあ会員するのをなんか明確にルールでお店にそれこそ張り出してるところとか、僕も当たったことないですね。店員さん的にはやっぱスープね、ここにやっぱ一番こう時間もかけてるし、多分手間もかけてると思うんで、もちろんお客さんが全部飲んでくれたら嬉しいとは思うんですけど、まあ、やっぱね、ラーメンのスープってもうめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。なんですけどね、やっぱスープにその塩分であったりとか油とか、これがたくさん含まれてるんで、週に 1,2 回とかだったら、まあ会員しても大丈夫だと思うんですけど、僕みたいにもう本当毎日のようにラーメン食べてて全部スープ飲んでたらね、多分、いや本当、まあこんなこと言うのなんせちょっと危ないかなとは思うんで、やっぱ、まあ、店員さんの中にも、ね、やっぱ、いやスープは本当全部飲まない方がいいよって、言ってくれる方とかもいらっしゃるんでね、もちろんやっぱ僕もスープ好きだし、もう全部飲みたいのは山々なんですけど、まあそこら辺はやっぱ自分の体と相談っていう感じですかね。本当食べるなとか早食えも、いや僕は言われたことないですけど、やっぱ雰囲気的になんかそういうお店はありますよね。結構本当店内が凛とした空気というか、もうピンとこう張り詰めたような空気のお店とか、まずそれこそたまに聞くのは、まあ、写真とかね、まあ、それこそ僕みたいに動画撮ったりしてて、もう本当5分とか10分とか写真撮ったり動画撮ったりとかやっぱいるみたいなんですよ、どうやら。まあ、そういう人に対してはさすがにお店の方もちょっと、まあ、麺も伸びちゃうし早く食べてくださいって言うのかもしれないけど、まあでも普通のお客様に対してそんなこと言うお店ってあんまりないと思いますけどね、僕も、うん。ラーメンやつけ麺って本当一面じゃなく多角的に捉えられる素晴らしいジャンルの食べ物ですよね、うん、僕もそう思いますね。そんないろいろな麺が食べられ、すする TV が見られる時代に生を受けることを神に感謝します。いや嬉しい、ありがとうございます。 PS 最近スーパーで天下一品さんや一風堂さん、すみれさんに富田さんなど有名ラーメン店さんのストレート鍋スープを見るんですが、実際の味っていかがなものですかね。もし機会がありましたらお試しいただき感想をお聞かせいただけます幸いです。寒い日となりましたが、お体体調にはお気をつけて、良きラーメンライフをお過ごしくださいと。いやいや本当いろいろお気遣いいただきありがとうございます。確かにね、最近このラーメン店鍋スープ系もね、割とあったりするんですよ、スーパーとか行くと。これ実はね、僕三つ館のその、まあ、お仕事いただいた時に、富田さんとね、欅さんの、富田さんは魚介豚骨ベースのスープ、欅さんは味噌ベースの鍋のスープ、一応動画でね以前やってるんですけど、それ以来僕結構この鍋スープハマっちゃって、富田さんと欅さんのやつめっちゃループして鍋ばっか食べてる時ありましたよ。本当いやすごく美味しいですよ、やっぱ。まあ、やっぱ多分ね、普通の鍋よりちょっと味が濃いめに作られてるかもしれないんですけど、天一とか一風堂のね鍋スープは僕も試したことないので、もし食べたことあるよって方いらっしゃいましたので、ぜひぜひコメント欄にお寄せいただけると嬉しいです。ほんと最近する TV さんを見始めた新参者です。いえいえ、あれなんです。8年前といえば自分は高校生でした。時の流れを感じますね、といったところで、本当にね時間経つのは早いですよ。やっぱ僕ももう動画は8年前なんで、22歳の時から多分動画始めてて、いや当時はもうほんとねシャバシャバのシャバ像でしたけども、今はもうね30代にもなりまして、ようやくなんか大人としての資格が出てきたなというか、最初の頃なんかもう今考えたら目も当てられないよね。やっぱ動画の撮り方とかもそうですし、なんか喋りも拙いし、ラーメンの写し方とかも全然、まあ、全然もうお世辞にも綺麗とは言えない写し方をしてるし、まあ、8年間やってきてるってことは8年間見てくださってる視聴者の方もいらっしゃるってことですからね。それこそ最近ねちょっと一時期すする TV 離れてたんですけど、ショート動画でまた見始めましたみたいなこと言ってくださる視聴者の方も、街中で声かけてくれたりとかね、やはりねこの継続は力なりという言葉、この言葉をね最初に言い始めた人マジですごいなと思います。本当にね継続は力なりですよ、やっぱマジで。そして鶏白湯の動画が伸びないとかラーメン YouTuber みたいなこと言わないで、パチンコパチスロ系 YouTuber ならエウレカ打てたことなんかね、このフォークの握りのアイコンの方ね、この方なんか毎回僕のことをラーメン YouTuber じゃなくて、なぜかパチンコパチスロ系 YouTuber だと思ってる人なんですけど、エウレカね寝台で出ましたね。結構客付きがいいように見えますね、エウレカは。まあ、それこそもう5号機のね一番最初代のエウレカですね。なんか第3のボーナスとか言われて、 ART50 ゲーム1ゲームあたりの純増 1.5 枚、5号機の時代が変わるみたいな、めちゃくちゃ懐かしいなあれ。エウレカ7デコトラの衆銀河英雄伝説がね一気にもう3機種バーンって出てきて、こっから5号機でも出る時代に突入するぞみたいな、ワクワク感ありましたからね。僕もちろん寝台のエウレカちょっとチラッと触ったんですけど、ほんとチラッと触ったぐらいですね、やっぱね。
それこそたまにいただくね、あの、いわゆるパチンコホールさんのね、来店のお仕事だったりとか、まあ、そういった時にね、本当朝からバツンとね並んで打ちに行ったりすると、やっぱまあなんかいろいろ思い出しますよね、本当に過去のことをね。うん、そんなわけで今回のコメント以上になります。本当最近コメントまでたくさんの方からいただいて非常に嬉しく思いますんで、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録、高評価並びにコメントの方も、ね、皆さん、あの、本当にどんな些細な内容でも構いませんので、動画の方にいただけると幸いですということで、それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごそれ。それではするの公式キャッチフレーズ、中村子さん、鳥パイタンインダハウスや、家みたいなお店もすごい風情があってよかったですね。ズルズルっと進むです。あズルズルっと進むです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってる。終わり。